蝶治む広氏は、新末、中華民国の政治家、教育者、字は思えからみ、号は抱え、南葵書院で学んだ後、1890年に、人衆書院教席となり、さらに、人用書院受講、夏継帝劇室を務めた。その後、厚生省に転任し、百職長同知、平南県知県を歴任した。1904年、 同省の太平思え順平美道、両龍周辺坊、ただし弁を務める。翌年、京林兵美道、ただし弁に転じ、1907年には、青切州府地府に任せられた。後に、南京、上海に移り、1910年には、予備立憲公会に加入して、立憲派としての活動を開始している。1911年、上海商船学道監督となった。 侵害革命に際しては、1912年1月に一時的ながら、チャンスと特大理として、革命派により擁立されている。中華民国建国後の1912年2月、統一党に参加して参事に選出された。翌1913年春に、南京の裏口商府、光る備えところ、ただし弁に任ぜられている。1914年3月、平正院。 祝成長と祝成士となり、その翌年1月には、遠征外から小教に封じられている。1916年4月、新設された新経院の院長に任命された。1927年11月まで院長職を務めたが、その間は何度か一時離職をしている。1919 19年2月、国民外交協会理事に就任し、 1924年11月には、便利清室前後委員会観察員として、招へされた。1925年9月、呼吸博物院、等ごとに任ぜられ、1927年には、会館付課税保管委員会委員となっている。1928年10月、国民政府から、呼吸博物院理事に任命され、翌1929年3月には、 博物院図書館長に任せられたが、実際には就任しなかった。同年中に、高訴訟収支局局長に任命された。晩年は、仏教信仰の生活に入ったが、1932年1月には、国難会議会員として招聘されている。同年2月20日、故郷にて病没。去年67。ありがとうございます。